はい、皆さん、南国のバリ島からこんにちは、おはよう、こんにちは、こんばんは。ロイバリーカーチャーターのロイさんですが、ですね、今日もまたバイクでちょっとうろうろしようと思って、まあ、モトフログですね。最近のジンバランの情報をですね、皆さんに見せたいので、最近のジンバランはどんな感じのかなというのが、まあ、観光的な動画ですね。ぜひ最後まで見てください。それとですね、チャンネル登録をお願いします。早速ですが、それでスタート。はい、皆さん、今はですね、ジンバランです。今日も、また、バリ島のモトフログでございます。ジンバランはちょっとうろうろしましょうね。ジンバランはどんな感じのかなと、まあ、ジンバランに、来たことがない方ですね、ぜひ、最後まで見てください。で、ここがジンバランの中心でございます。まあ、ここがですね、まあ、ジンバランの中心というか、まあ、交差点ですね。人気なのはここの、ケンタッキーと向こうが、マクドナルドですね。で、ここがですね、まっすぐ行くと、ウダヤナ大学ですね。ウダヤナ大学も結構、まあ、バリ島で人気な大学です。ではちょっとジンバランのアヤナリゾート沿いの道とか、イカンバカのところとかにちょっとうろうろしましょう。
はいはい、ここがですね有名なのは、この右の、建物ですね。ここが食器屋さん、ジュンガラクラミックっていう、お店ですね。ジュンガラクラミックは、まあ、食器屋さんですね。ここにすごい日本人が、まあ、結構来てる方が多いだと思います。やっぱり今はですねあんまり、まあ、オープンしてるんですけど、まあ、人が、来てる方がいないですね。ではまっすぐジンバランエリアの方にちょっとうろうろしましょう。皆さんぜひチャンネル登録とグッドボタンを、忘れなく、押してポチッと押してください。はいはいはい、今ジンバランですね、ここも、まあ、交差点ですね。ここが左に行くと、ウルワツジン、右はそのインターコンチネンタルとかですね。まっすぐ行きましょう。まっすぐ行きと、ここがですね、ジンバランにある、モールですね、デパートですね。名前はサーマスターバリです。はい、ここにもですね結構、まあ、観光客が遊びに来てるんですけど、でも今少ないですね。でここの、モール、サーマスターバリはホテルもあるんですよ、裏の方に。でここでですね、裏の方にホテルがあって、モーヴェンピックというホテルです。ここですね。モーヴェンピックもですね、結構日本人がお泊まりするホテルですね。というのは学校です。で、まっすぐ行きましょう。まっすぐ行くと、アヤナリゾートですね。に大人気なホテルの、アヤナリゾート、まあ、リンバホテルとかもあるんですけど、ここですね。ここ左の方に曲がるとここがアヤナリゾートなんですけど、でもちょっとね、これからちょっとビーチ沿いの方に行きましょう。ここがフォーシーズンズジンバランっていうホテルがあるんですね。この左の方はフォーシーズンズジンバランです。でもこの方にビーチが見えますね、あの前の方で。ここが懐かしい方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。でここがフォーシーズンズジンバランです。でまっすぐ行きますと、そこにもカルマカンダラっていうホテルもあるんですよ。まあ、ジンバランって結構、まあ、人気なのはジンバランのシーフードですね。それと、ホテルがいっぱい
ぱいあるんですね。まあ、5つ星のホテルがいっぱいあるんですよ。それと、ビラの方です。ビラとかもいっぱいありますね。サンダラ、ここがスンダラホテルです。でそこにカルマジンバランですね。あれがカルマジンバランホテルです。で前の方はですね、ビーチがあるんですね。そこにビーチ沿いの方にちょっとね走りましょう。でここのビーチにもそのイカンバカルのあのシーフードレストランがある場所ですね。ここにビーチがあるんですよ。はい、ここがですね、我が家ビーチっていうところですね。よくローカルの人には来てる、まあ、遊びに来てるビーチですね。で向こうの方にはそういう、イカンバカレストランがあります。ここがですね、ジンバランのシーフードのところですね。あの辺でいっぱいあるんですよ。でここにもですね、人気なホテルがあるんですね。ここです、ここが、ホテル、大きなホテル、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、で向こうの方にも前の方にもですね、一応ジンバランクブクブバロンホテルもあるんですね。ここはちょっとローカル的な感じの場所なんですけども、はい、ここが、クククバロンジンバランホテルです。この辺ですね、やっぱりちょっと閉まってるみたいなんですね。ここは一応ホテルなんですね。でここがジンバランコーナーっていうところです。そこにもお店がいっぱいあるんですね。ちょっと前、まあ、ジンバランのローカルところの雰囲気もちょっとうろうろしましょう。皆さんぜひ、チャンネル登録を、ポチッと押してください。グッドボタンも忘れなく押してくださいね。まだジンバランにいますが、ここがですね、インターコンチネンタルホテルです。インターコンチネンタルホテルを泊まったことがある方は、はい、こちらの方ですね、右、左の方でございます。ここがインターコンチネンタルホテルバリですね。
まあ懐かしいですよね。でもお客さんがやっぱりいないです。でここの雰囲気もやっぱりちょっとローカルな雰囲気ですね。まあこの動画はですねちょっと、観光的な動画っていうか、まあ、元ブログなのでぜひ、最後まで見てくれると嬉しいです。それと、チャンネル登録をポチッと押してください。Like a bird on a tree I'm just sitting hereI got time, it's clear to see. From up here. はいはいはい、まだジンバランエリアですね。ここがジンバランの、まあ、ローカル的な、場所というか、こういうホテルもありますね、クラトンジンバラン。こういうような、ローカルの人が住んでる場所のエリアのところですね、ここが。だからこういうようなお店もたくさんありますね。で、ジンバランはですね、夕方になると、人気になりますというか、サンセットがですね、ここはもう向こうの方はビーチですね。ここがジンバランビーチです。まっすぐ行きますと、ではちょっとまた、うろうろしましょう。皆さんぜひ最後まで見てください。チャンネル登録も、ぜひよろしくお願いします。はいはいはい、ここがですね、ジンバランビーチでございます。あの門があってすぐビーチですね。ここも、シーフードカフェがたくさんあるんですね。でも人気なのは向こうの方にある、シーフードカフェです。そういうサンセット見ながら、ご飯を食べれる、カフェですね。ちょっと最近の様子も、一緒に見ましょう。ですね、皆さん、ここから、それジンバランシーフード、まあ、ジンバランバーベキューの、場所の、カフェがあるんですね。最近の様子をちょっと見ましょう。こんな感じですが、まあ、夕日見ながらここでご飯を食べれるっていうところです。こんな感じです。ここがアロマカフェ、ここが人気な、スポットですね。最近はちらほらオープンしてるところと、閉まってるところがあるんですね。ここがほとんど全部、シーフードカフェですね。いかんばかりのところですね。最近こんな感じになりますが、やっぱりですねちょっと、やっぱりちょっと閉まってるところがいっぱいありますね。はい、ここが全部その、ジンバランシーフードカフェですね。はいはい、まだまだ
ジンバランシーフードカフェエリアの方にいますが、最近の情報はこんな感じでございます。まあ、ここでですね、やっぱりすごい、お客さんが、まあ、観光客がいっぱい来てる時に、ここに来てる方がものすごくいっぱい来ます。最近ですね、もう観光客がいないということで、潰れちゃったお店もいっぱいいます。やっぱジンバランコですとちょっと、お客さんも少ないということですね。最近のジンバランの情報は、まあ、相変わらず綺麗なんですけども、観光客が少ないですね。ではまたバリ島のいろんな情報を載せるので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は無料なので。それで、ドイバリの元フログドイちゃんでした。